プテロダクティルスは、ジュラ紀後期に生息していた翼指流ア目の翼竜。世界で最も古く報告された翼竜である。テロダクティルスと表記されることもある。学名は古代ギリシア語、パイタウイプシロンローニュー、翼デルタカッパタウープシロンラムダ、指の合成語で、全死第四死が新調して、翼となっていることから名付けられた。ただし命名後に明らかになったことであるが、 この翼が指によって支持されているという点は、他のすべての翼竜にも当てはまる特徴である。19世紀初頭に発見された翼竜化石の多くが本属として記載されたため、その分布は一見非常に広く、北、アメリカまでも含まれていた。しかしその後それらの化石の多くは、詳細な研究の後ディモルフォドンスカフォグナトゥス、ゲルマノダクティルスランフォーリンクスプテラノドンなど、 親属として再分類され一時期の混乱は収まった。現在のところ本属であるとみなされている主な化石の産地はドイツであり、ほとんどの標本がゾルンホーフェンとその周辺から産出している。それ以外の地域ではイギリスフランスなどヨーロッパの他の地域からも化石が報告されている。またヨーロッパ以外では東アフリカからの報告がある。 テロダクトラスコチの全身骨格化石人間との大きさ比較現在のところ、最古の翼指流暗黙の一つでもある。翼指流暗黙の祖先が、くちばし口ち流暗黙であることは、ほぼ確実であるが、プテロダクティルスは短いよ、長い首、短縮した第醐伸長した中手骨、融合した前眼科窓飛び孔など、すでに翼指流暗黙として完成した体制を持っており、 くちばし口流アモグの特徴を伺わせる部分はすでに全くない。大きさは種によって変異がある。最小種の P エリゴンスでは、翼海蝶 25cm ほどで、これは、浴流全体でも、最小の部類に入るが、最もよく湿度する P コチで、翼海長は、約 50cm、そして体の一部しか発見されていないが最大種と推測される P グランディスでは、 翼会長は推定2.5メートルとジュラキで最大級の飛行動物であった。頭骨と首しい翼の骨格植生は他の翼竜と同じく魚植生、虫植生などが考えられている。特に魚植は喉に喉の尾があることや実際に体内に消化中の魚の一部が残された化石が発見されていることからも多くの研究者の認めるところとなっている。また、 その細長い口先をピンセットのように使い、死に類のように岸辺で誤解などの無脊椎生物を砂取っていたのではないかという考えもある。非常に保存の良い化石では、前述の喉の尾だけでなく、翼膜なども保存されている。それを見る限りでは、コウモリのように足先まで飛膜がつながっているような翼膜ではなく、最大でも足の大体部あたりまでしか広がっていないようである。 また、同じ化石では主観に水かきが確認できるとする研究者もいる。この動物が水生動物ではなく飛行動物であったことは、ほぼ確実であるが、餌を取る際などに泳いだかどうかについては、はっきりした結論が出ていない。前述の通りこの動物は、世界で初めて発見された翼竜でもあり、その発見史は、翼竜という生物そのものの理解の歴史と重なり合う。 この生物の化石が初めて報告されたのは1784年のことであり、ファルツ剪定校、カールテオドールのコレクション管理を任せられていたイタリア人博物学者、小島アレッサンドロコリーニが剪定校コレクションの中に含まれていた化石についての報告として発表している。その標本は、ゾルン方片近くのパッペンハイムという町に住む。 フリードリッヒ・フェルディナント伯爵から送られたものであり、アイヒシュテットさんと言われているが発見と贈与の正確な日時は不明である。コリーにはその生物が全く新しい生物であることを理解し、いくつかの点で鳥類に似ているが明らかに鳥類ではないと結論したが、詳しい分類や命名は行わなかった。このアイヒシュテット標本の生物に命名したのはフランスのジョルジュ・キュビエである。 彼は1801年にこの生物は長く伸びた、四骨に翼膜を張って、翼とし空を飛んでいた、爬虫類であるという見解を発表した。1809年にはさらに詳細な論文をしたため、その中でこの生物にテロダクタリーという形で名前を与えている。原標本の所有者である先帝公が、家督相続の関係で、マンハイムからミュンヘンに居城を移し、 それに付随するコレクションの移動に伴う諸問題のため、ここまでの一連の研究でキュビエは一度も実際の標本を手に取ることなく、コリーニが残した論文とそこに掲載されていた詳細な同版画のみによって研究を進めていた。選定校コレクションにあった標本の図。本属並びに P ・アンティキスの模式標本選定校のコレクションはミュンヘンに移ると、 バイエルン科学アカデミーに寄贈され、アイヒシュテッド標本は科学アカデミーの博物、標本管理責任者となったザームエル・トーマス・フォン、ゼメリンクによって研究されることとなった。ゼメリンクは、キュビエの研究を知らぬまま1810年に、講演という形で研究結果を発表し、その中で、彼がオーナサセファラス・アンティキスと名付けた、この生物は哺乳類のコウモリの仲間であるという。 結論を表明した。1811年に、キュビエの論文を知ったゼメリンクは、その講演内容を、アカデミーの起用として1812年に掲載する、際に、コリーニの説、キュビエの説ともに批判的に論説している。しかし、コウモリ説にこだわったため、キュビエと異なり、標本を実際に調べることができた立場にいたにも、かかわらず、 彼の論文では上腕骨をコウモリが持つ大型の鎖骨と勘違いし、順に実際の前腕骨を上腕骨に、実際の中手骨を前腕骨に、と間違えた骨格復元図が掲載されていた。ゼメリンクと同じくこの生物は飛翔する、哺乳類だと考えた人物に、イギリスのエドワード・ニューマンがいる。彼の説がゼメリンクと異なるのは、 抑しめではなく有体類であると考えたことである。空を飛ぶという行動様式をとる以上、爬虫類のような変音動物ではなく、活動的な高音動物でなければならないという観点によるものであり、そのため彼が1843年に発表した復元図では、体毛と自解をもって空を飛ぶプテロダクティルスが描かれている。この標本を空を飛ぶ機能を持っているということから、 大した疑問もなく、鳥類に含める意見も存在した。人種の分類を確立したことでも有名な、ゲッティンゲン大学のヨハンフリードリッヒ・ブルーメンバッハは、キュビエの発表と前後して、このアイヒシテット標本が水鳥の化石であるという見解を提示している。上記の意見はすべてプテロダクティルスは空飛ぶ生物だったという点で一致しているが、これにことを唱える説も出された。 1830年、ミュンヘンのヨハンゲオルク・バグラーはこの動物を彼が設立した新しい綱に魚竜や主張竜と共に属する水星の動物であると考えた。彼の復元によれば、前肢には翼膜がついていたのではなく、ペンギンやイルカのフリッパーのようになっており、それで水中を進んでいたとされた。しかし多くの意見にもかかわらず、 キュビエの比較解剖学を駆使した科学的結論以上の説得力のある説はとうとう現れなかった。そのため、プテロダクティルスのみならず、翼竜全体についても、それが希少性の爬虫類であるという彼の解釈は多くの指示を勝ち取り、現在に至っている。なお、本属の模式標本は現在未運編のバイエルン国立古生物学地質学博物館に保管されている。 テロダクトラスという名称は1819年にキュビエが自身の論文の中でアイヒシュテット標本に対して命名したテロダクトラスロンドストリスという形で初めて公表しているがこれは国際動物命名規約上1809年にテロダックタリーという形で発表したものを学名の記名法に合わせるため微修正しただけと判断される。すなわち アイクスン33.2において規定されている、正当な修正名に相当し、命名の優先権と日付は保持されるので、俗名の命名年は1809年となる。そのためこの名称は1812年に文書として発表されたゼメリンクのオーナーサセファラスに対して優先権を持つ。しかし、1809年の時点ではキュビエは常に、 大しては命名していなかったので、種相名としてはキュビエが1819年に命名したロンロストリスではなく1812年ゼメリンク、命名のアンティキスに優先権がある。そのためプテロダクテルス族の模式種の名称はテロダクトラスアンティキスとなり、種への命名者もゼメリンクである。現在有効とされている命名者は以下のようになっている。また、 世界で最も古く報告された翼竜であるため、しばらくは空を飛ぶ、爬虫類の代表格として扱われていたことから、英語のテレダクティルや日本語の翼主竜のように、この生物名に由来する言葉が、翼竜名全体を指す、専門的でない俗語的な言葉として使われている、場合がある。ありがとうございます。